チャールズ・ウィリアム・ブラッド・フォードは、アメリカ合衆国アラバマ州出身の、元プロ野球選手。1944年7月25日、アメリカ合衆国アラバマ州モービル生まれ。4歳の時に、父親が亡くなったのを機に、カリフォルニア州パコイマへと転居し、同所で育った。パコイまでの野球仲間の一人に、後に、メジャー通算234本塁打を記録する。 ゲイリー・マシューズ・シニアがいる。地元のサンフェルナンド高校を卒業後、シカゴ・ホワイトソックスのスカウトを受けて1962年にプロ入り。1966年シーズンの終盤にメジャー初昇格を果たすと、1968年以降はメジャーに定着するようになった。1969年4月25日の試合で、当時の本拠地、 コミスキーパークの屋根の上に届く特大本塁打を放つなど超打力には定評があったが確実性に欠けていたためレギュラーに定着することはできなかった。チームメイトの影響で始めた投資に関心が向いてしまい野球に集中できていなかったのも原因だという。1970年シーズンの途中でクリーブランドインディアンスに放出されたのを皮切りに 7シーズンで5度の遺跡を経験している。古巣のホワイトソックスで迎えた1974年シーズンは、好調な滑り出しを見せたものの、フェンス激突による鎖骨骨折やハムストリング断裂などの負傷が相次ぎ、シーズンの大半を棒に振ることになった。翌1975年は、開幕3番を任されるなど期待を受けたが、故障の影響もあって、制裁を書き、 レギュラーダッシュには至らなかった。1977年、ロンロリッチの後釜として、近鉄バファーローズに入団する。登録名は、愛称のバディ。近鉄は同年、ユニフォームの背番号上にネームを入れるようになったが、バディは、登録名の、バディではなくせの、ブラッドフォードを希望して揉めたという。4月2日の開幕戦に4番、中堅手として、出場。 来日初本塁打を含む4打数にアンダー2打点の活躍を見せる。しかし4月5日の対半球前期1回戦から4月10日の対クラウン前期1回戦にかけて野手の日本プロ野球記録に並ぶ8打席連続三振を喫するなどたちまち荒さを露呈。さらに投類を試みた際に再びハムストリングを断裂させてしまい、しばらくは偵察要員として起用されるのみとなった。 5月末に復帰してからはもっぱら指名打者での起用となり、クリーンアップを任されたが、結果は残せなかった。後期開幕直後の7月10日、台南海後期2.3回戦に偵察要員として出場したのを最後に、足の治療のため帰国し、そのまま退団。同年限りで現役を引退した。引退後は、 夫人の勧めを受け、ロサンゼルスの裁判所に勤めたが1年ほどで退職。その後は、シカゴ株参加マイナーのインストラクターや、警備関係の仕事に就き、1994年の時点では、投資会社を経営していた。ABCDE、Where they are they now? バディ・ブラッドフォード。ロサンゼルスタイムズ。 http://articles.latimes.com/1994-07-02/sports/sp/111601 <ッ>バーディブ・ラッドフォード2012年9月28日閲覧7月6日2006年にやっちまった鉄平や主審記録9打席連続三振スポーツ日本 http://www.sponicagi.co.jp スラッシュベースボールスラッシュは o-m-i-m-o-n-o スラッシュプロカレンダー1107記事計2計110兆7060億113万7730 html 2012年9月28日閲覧ありがとうございます